車選び .com。 さあ続いては車選び .com としてはですね、はい、まずは本物のジャーナリスト工藤さん。はい、こんにちは、モータージャーナリストの工藤隆博です。よろしくお願いいたします。土屋さんに僕より知識あると思うんですけど、ちょっとだけサポートいたします。いや細かいことはね、その詳細は工藤さんじゃないと分かんないの。これ五感の女でしょ。俺なんかもう感覚で喋るから、やっぱこの二人の言うのは乗ってからだみたいなね。だからもういろいろこう、じゃあこのエンジンなんだろう、このハイブリッドはなんだろう、この駆動方式はなんだろうっていうのは工藤さんじゃないと分かんないね。ということで、五感の女王藤木、はい、よろしくお願いします。五感でバンバンね、すごいよね。だってさ、レースクイーンで4万のフォロワーがいるってなかなかいないよ。 ありがとうございます、ね、あ本当ですか。いやもう頑張ったんですよ私も。一応すごい頑張ってると思うよ。だってうちの、ARD のレースクイーンなんかは1万人いかないかなとか言ってんだから、コツコツとね、やっぱり大事ですよ、コツコツが。やっぱ五感は強いね。五感はさすがですね。じゃあ今日五感の車かどうか、このトヨタラブ4チェックしてもらいましょうよ。振り方うまいね。ちょっとね、気になりますね。でもこの車の使用所限、これどうなってるんですか。全長が 4.5 メーター前後の、まあ、D セグメント SUV と呼ばれる車になってます。何その D で抜けてないですか。こっちからこっちに抜けてないですか。その D カップだからなんかそう D カップなんですけど、 D セグメントなんですけど、だいたいトヨタカローラとかスバルインプレッサぐらいの車のサイズが C セグメントと呼ばれてて、それより1個上のサイズっていう風に一般的に言われてる車です。知らなかった。土屋さんでも知らないことあるんですか。俺はなんちゃってだから。いやいや、そんな風に思ってないですよみんな。何が違うの前のと。前のですね、土屋さん、ラブ4ってどんなイメージの車ですか。ラブ4は以前はコンパクト SUV、それよりも今回のはあなんかでかいなって感じ。そうですよね、多分初代のラブ4のイメージがすごい強くて、キムタクが CM でした、はいはい、あのイメージの方も多いと思うんですけれど、今回ラブ4はですね、これ5代目なんですよ、うん、で初代2代目3代目ってどんどん大きくなってきて、うん、で4代目って世界で売ってたんですけど日本は売ってなかったんですよね、うん、で1世代スキップして2019年、去年フルモデルチェンジして、これ5代目のラブ4なんです。で車体がやっぱり大きく立派になりましたよ ね。そういったのがいっぱい大きな特徴で、であとは、まあ、見て分かる通りワイルドな雰囲気、これ今までのラブ4ってどっちかっていうと都会的なコンパクトカー的な雰囲気だったんですよ。タウンユースだよね。前の俺が乗った時のラブ4ってこうタウンユースでデートカーみたいな SUV。 そうですね。でごつさは全然なかったと思うんですけど、これごついっていうのを割と売りにしてきたのが新型の特徴 でこれ土屋さんすごいんですよ。何がすごいかって販売台数、アメリカの車で乗用車でトラックを除くんですよ、はい、アメリカトラックいっぱい売れてるんで、はい、トラックを除くとアメリカの乗用車 SUV の中では一番売れてるのがこのラブ4なんです。一番売れてるってどのくらい売れてんの。年間42万台アメリカで。すごい数字。すごいよ、一車種で42万台ってすごいことだよ。もう一つ言わせてください。でそれはアメリカの話、42万台でアメリカ以外にもこの車、日本それから欧州、うん、中国でその他も含めて大体世界180カ国で売ってるんですよね、まあ、世界ね200ぐらい国とか地域があるって言われてるんですけど、はい、ほとんどで売ってる、もう名前も知らないような場所でも売ってるんですよ、うん、でトータルの生産台数、これがですね今年はなんと100万台に行くって言ってるんですよ。行きそうだですね、ま、100万台で、100万台ってトヨタの中ではカローラなんかがだいたい120とか140とか売れてるんですけど、それってハッチバックもあり、セダンがあり、それからステーションワゴンがあって、合計3つのボディで、まあ、100数十万台なんですけど、1つのボディで100万台売れそうだっていうのはトヨタの中でも初めての話なんですよね。でそのぐらいこれトヨタの中でも売れてる、もう太い太い大黒柱なんですよね。それはこの方になってからっていうこと。そうですね、今世界的に SUV の人気が盛り上がっていて、この方になってから特に売れるようになったんです。何が違うの前のと。前のとはですね全部が違います。もう同じのは名前このジャーナリスト言って、なんだね、いい加減で俺と変わんねえじゃねえか言ってること。何が違うんだよ。何が見た目が
前のはもうちょっと都会派だったんですけど、先ほどあの伝えたようにワイルドになりました。で車体の作りも変わりました、パワートレインも変わりました。トヨタの TNGA っていうトヨタの新しい考え方のパワートレインとか車体になってます、うん、でもね同じところねないぐらいなんですよ。そう、その、ね、値段はいくらなの。値段はですね一番安いのでもう200万円台後半ですね。安いわ。安い、全然安い。そっからでこの車はあのハイブリッドだし豪華仕様なんでもう400万超えちゃってるんですけど、まあ、幅広い、うん、価格帯があってその中から、まあ、選んでもらえる、ユーザーの好みで選んでもらえるし、ただこれで200万円台後半の車としてはものすごくクオリティが高くて、それは FF でしょ。 FF ですね。ビヨンクだとまあ30万ぐらい高くなりますけど、はい、もう一つすごいのはなんと四駆比率が9割ぐらい。ほう、こういうタイプの車って、まあね、街乗り系の SUV って大体 FF なんですよね、うん、世の中走ってる四駆いらない、そう、街は走るのに四駆いらないじゃんっていうのが基本的な考え方なんですけど、これはですね9割が四駆っていうね、トヨタもびっくりの四駆比率なんです。なんでかって言ってやっぱり雰囲気ですよね、あのアクティブにアウトドア行ったりとかしたいな、うん、じゃあ四駆がいいよねっていう人がたくさん買ってるっていうことなんだと思います。へえ、ちょっと外観見ようよ。外観車選び .com。ごついんですよね。前のラブ4ってやっぱりな滑らかなデザインだったじゃないですか、まあ、タウンユースだからね。そうですよね、滑らかなデザインだったの。新型はですねごつくなりました。で例えばこのフロントグリルってこういう形は今までトヨタはトラックでしかやってなかったんです。大きなトラックでした、はい、ところがですねもうアメリカ人ってやっぱ力強いデザインが好きじゃないですか、うん、この力強いフロントグリルをトラックみたいなフロントグリルを入れたらアメリカで大ヒット、うん、これがですねその成功の一つなんですよね。顔大事だね。大事ですね。ねえ、はあ、それが人気の一つってことですか、うん、まずそのデザイン性ってことが、まずそのデザイン性がそう人気の一つですね。こういうワイルドな男の人はどう、土屋さんみたいな。土屋さんみたいな。土屋さんみたいな。俺は紳士だよ。俺は紳士だな。ワイルドなの土屋さんが。いや、土屋さんみたいなんて言われてちょっとあーって考えちゃいます。何があーだよ。まあ、ワイルドなのはね、私はどっちかというとスマート派なんですけど、だから、まあ、まだちょっとね、まだピンときてない。この時点ではまだちょっとピンときてないです。藤木はレクサス系だね。やっぱね、レクサス、やっぱレクサスの女ですね。はい、横ね、ハイブリッド。ハイブリッド、これは2リッターハイブリッド。2リッターハイ、2.5 リッターですね。あのガソリン仕様は2リッターの4気と自然吸気なんですけれど、じゃあ、はい、NX と一緒。NX に比べると1世代新しくなってます。トヨタ最近もどんどん考え方を新しくしてて、エンジンとかプラットフォームとか新しくしてるんですけど、これはさっき乗った NX よりも1世代新しいパワートレインで、エンジン、これ2リッターの、ハイブリッドは 2.5 リッターの自然吸気にモーターなんですけど、ハイブリッドシステムももう新設計、ほぼ新設計、エンジンも新設計、熱効率ってどんだけねガソリン燃やしたのがエネルギーに変えられるかっていうのもものすごい高いんですよ。全てが新しい。だから去年トヨタのもう最先端と言っていいぐらいのテクノロジーが実はこのラブ4に入ってるんです。売れるわけだ。なるほど。100万台ってすごいよね。この平均どれぐらいなんですか。平均15万とか20万売れればいいぐらい。それが100万ですか。これ100万台って言ってピンとこないと思うけど、スバルが1年間で作る全車種の数が100万台ぐらいだから、それをこれ1台でやってるってすごいでしょ。すごい、分かります。それがすごい。あ、でもでかくなったね。でかいですね。ねえ、そう、でかくなった。クラスの中でもライバルといえばマツダ CX-5 とか、あとツバルのフォレスターなんかもあるんですけど、その中でもこれ車体が一番大きいんですよね。ちょっとアメリカ的なところもあるんですけど、でもこの大きくなった車体が僕らみたいにキムタクラブ4を知ってる世代から見ると、こんな大きくなっちゃったよって思うんですけど、実は今時の若い人は、あ、ラブ4このぐらいのサイズでいいねって思われてるみたいです。なるほどね。ちょっと荷室見ようか。これは広いじゃん。あ、本当だ。これも広いよ。私の荷物が、ほら、私の荷物が入る。縦にちゃんと入るし、あ、広いですねこれ、うん、これすごいのが縦で入るんだよ、ほら。え、嘘、本当だ。え、いや、このバッグでキャリーケースで縦に入るってなかなかないよ。
いや見たことないですあんまり。しつこいですけど90リッターで、これ以上大きくなると飛行機に預けるにはお金が追加料金がかかる。お前はジャパネットか。いやこれはすごいわ本当に。いやこれはすごいよ、これ縦で入るってすごい。まあ横はね、横はもちろんそうなんだけど、これ2個入るよね。そうですね、余裕ですね。うん、すごい。これはまあちょっときついですね。あでもこれで3個並ぶでしょ。はあ、これ2列目どうやって倒すの。2列目はですね、前ですね。これだ、はい、そうです、これだ、はい、楽々。ほら、あんなスイッチなんか押さなくたってさ、お前ねえ俺何笑ってんだよ。あのスイッチなんか押さなくたって、これほら見て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 、これこれだけ。スイッチ押した方がスマートでしょ土屋さん。スマートだね。やっぱこ手でやるのは大変だね。あのできるかできないかって言われてできますけど、うん、やっぱりスイッチの方がいいですよね。って話じゃない。おしゃれだね。おしゃれ。あの女の子の前でおしゃれだね。そうですよね。女の子。何なんだよ。そうですね。でこれ容量そうだ580リッター、 NX が555リッターだったんで、それよりもさらに大きくて、まあ、クラスナンバーワンですね、容量は。に必要量。後ろがこう背が高い。高いですね。だから2列目が楽かな。あ、そうですね、うん、そういったのもそう特徴ですよね。へえ、これはすごいわね。まあ縦に入るのが一番すごいですね、うん、だからここの高さがあるよね、うん、ありますね。ここの床からここまでの高さありますね、うん、ただ床下はあんまり広くないですね、その分ね。でこれそうだ、あれですよ、床の高さ調整できるんですよ。倒したシートまでフラットなんですけど、はい、これを下の段に下げるとちょっと数センチ下がって、より荷室が広く使えるっていう。ああ、なるほどね。だ便利なの、便利っていうか状況によってはこの方が便利だけど、広くしたい時には下に下げられるっていう、こういう小技もついてますね。はあ、これは考えてるわ。僕らは外にいてコーヒー飲みたくなったらコーヒーを入れられるし、コーヒーメーカーも動かせるし、ポッ電気沸かし器でお湯も沸かせるし、まあ何だったら電子レンジぐらいも使えますし、ゆきちゃんなんかは例えば髪の毛ちょっとセットしたいなんていう時は、こうドライヤーを使えるんですよ。エンジンで発電しながら送るんで、ガソリンさえあれば大丈夫です。バッテリー上がらないです。あの一般的な電気使用量だったら、まあ、4日ぐらいは持つって。ガソリンがあれば。だから災害なんかにも実はこういうハイブリッドかって有利というか便利に使えるんですよね。困った時に電源供給できる、スマホ充電したりもいいですし、まあそれこそあの普通の車ではできない、ご飯炊いちゃったりなんかもできますよね。まあ物好きだったらここでホットプレートでバーベキューしてもいいですし、キャンプみたい、キャンプみたい、キャンプ、へえ、ちょっと2列目乗ってみようか。うん、綺麗綺麗、へえ、あ、綺麗綺麗。いいです、ちゃんとね、これもついてて。そうそうそう、ドリンクホルダーね。ドリンクホルダーこの位置は重要、ほんと重要。うん、おしゃれ、綺麗綺麗。明るい内装いいですよね、この白とグレーの内装明るくていいですよ、うん、あとはやっぱ広さですよね、うん、車体が大きくなった分足元もゆったりだし、うん、頭上も空間があるし、あとリクライニングもちゃんとできますんで、これできます、これを。あ、なるほど。これは立ってる状態、これが普通の状態。あ、でも全然乗りやすいですね、これでも。意外にあの輸入車とかってこのクラスで後席のリクライニング調整ができる SUV って意外に少ないんですよ、はい、でそういったところもやっぱ日本車ならではのおもてなしですよね、うん、ちゃんと備えてる。この角度いいよ、俺のちょうどいいですか。あ、私も1個一個倒すといいよ、なかなか。やっぱ状況的には僕が運転手になって2人をおもてなしな感じですかね。それはレクサスでしょ。おー、うん、いや、いいですね。楽なの。あ、楽、これ楽、ベンツの楽です。あ、これいいな、うん、ちょっと運転席座ってみようか。はい、うん、これは楽だ、広い、中も広いよ、2列目。広いですよね、うん、あ、綺麗綺麗、若者っぽい作り込みだね。その色にしても作り方にしてもさ、これでも FF でさ200万台後半って、これはすごいわ。そうですね、うん、これはすごい、ワイルドな雰囲気を演出して、まあ、それを個性としてるんですよね、うん、この辺の
なんか柄の入れ方なんかもちょっとレクサスとかでこれやったら安っぽいなと思っちゃうかもしれないですけど、キャラ作りならラブ4ならありですよね。上級グレードで本体が380万で、この車いろいろナビとかオプションがついてて420万ですね。あー、まあいい価格設定だね。いいです。もうちょっと出せばハリアー買えるし、だけどハリアーだとちょっとでかいかなーっていう、コンパクトで若者っぽいね、ハリアーだとちょっと豪華だし。だから、ハリアーとの違いはそこなんですよね。ハリアーは見た目も中身も、やっぱり、とことん洗練されてる都会的、まあ、エレガンス、そういった説明になると思うんですけれど、この車は、まあ、ワイルド、ごつい、アウトドア、アクティブ、そんな言葉も似合うと思いません、土屋さん。ああ、それはあるね。ああ。へえ。なんかこう、友達と、なんかみんなでわーって、遊びに行くみたいな感じの時にすごいなんかいいなって思いました。じゃあレクサスは彼氏とデート、そうそうそう、こっちはみんなで仲良く出かける、そう、なんか場面でこうちょっとやっぱイメージが違うなって思いました。やっぱりレクサスはさ、高いだけのことあるよ、やっぱりこう一つ一つが全部高そうだもん、ね、レクサスは。そうです、ね、これはやっぱりシンプルだもんね、うん、余計なものがついてないじゃん。そうですね、スイッチもここだけだしさ、だ若い人たちにとってはすごくこう手が出しやすい車なんじゃない？そうですね、まさにおっしゃる通りで、うん、車好きじゃなくてもなんかこう、うん、なんていうアウトドアグッズを買うとか、うん、そういったイメージで買う車かなっていうふうに思いますね、うん、これはこれでありだね。だって200万後半で FF 買えちゃうんだもんね、これで。そうですね、うん、そこはすごいな、コスパがね、ステッチ入りの高級感のあるソフトパッドを入れたりとか、うん、ちょっと乗ってみようか。乗ってみましょうかね。ねえ、うん、はい、じゃあぜひ乗ってみましょう。はい、乗ってみよう。レッツゴーだな。レッツゴー。若い人向けだね、20代30代の若い人向け、カジュアルな感じですね。そう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 、何もかもが、うん、警戒警戒、車軽い、売、うん、れるわけだハイブリッド、で土屋さん、このハイブリッドなんですけど、はい、2.5 リッターエンジンの出力が178馬力です。でそこにモーターが、フロントが120馬力で、リアは54馬力のモーターがついてる電気式の 4WD ですね、これ。うーん、まあ、トータルでの出力が222馬力だそうです、うん、十分だよね。十分ですよね。若者はこっちの方がいいだろうな。なるほど、うん、はい、軽いからトルクがグッと出るよね。そうですね、うん、これは立派だな。で、走行モード切り替えもあるんで、ぜひ試してみてください。お、メーターが赤くなったぞ。お、スポーツモードに出ますね、はい、赤くなったぞ。スポーツモード、パワーモードか、はい、パワーモード、うん、パワーモード、あー、トルクがある、トルクがある、ほら、これは立派だぞ。反応がすごく良くなってるんじゃないですか、さっきに比べて。そう、アクセル踏んだ時のちょっとこっちだとなんか思わずアクセル踏んじゃう感じですかね踏みたくなる、踏みたくなりますね、うん、エンジンレスポンスがいいから、踏みたくなる。それこれ見やすいね、うん、あ、電子ミラーそれついてますね、うん、これ見やすい。これはね、リアウィンドウのところについてるカメラで後ろ見てるんですけど、うん、まあ、何が言ってこう僕がこう後ろでこうバーってやっても全く関係ない、うん、後ろが見えるところですよね。そうだからリアシートに座ってる人と目が合わなくて済む。ああ、あるね、時々あるじゃないですかあるね、あります。まあ確かに目合うと あるでしょうさあ、そっちばっかり見てるからじゃないですか、うん、だってたまにさ2列目ですと目が合う時あるじゃん気まずい、あれなんかバツ悪いよそう、ね、あれバツ悪いわ本当にさ。私ずっと見ちゃうんですけど。勘違いするぞ。なあ、勘違いします。見られたやつは勘違いする。藤井ちゃん俺のこと好きなのかなとか。お前勘違いされてどうすんだよ、お前。ストーカーみたいなのにお前目が合っちゃったらどうすんの。どうしよう。まあ、乗り心地いいんじゃない？乗り心地いいですよね。いや、いいですよ。もう乗り心地いいからこう会話も弾むっていうね。ああ、そうだな。そうですよ。これ段差突き上げた時とかすごい後席に乗っててもなんか滑らかだなと思いますね。そうだね。足回り硬いっていうイメージが強いんだけど、はい、ね、この車はしなやか、作り込みはうまいね。さすが100万台ですね。ああ人気なだけある。いや、これは人気出るわけだ。アメリカ人が好きな顔だよ、これ。
SUV っていう感じ。でも実力は侮れないそうだね。ですよね。これ狙ったのはさ20代30代だと思うんだけど、俺らみたいなおっさんが乗ってもハンドリングがすごくこうシャープだし、アクセルレスポンスがいいから楽しいよ。楽しいですよね、うん、割とじゃあ誰に向けてもって感じですか。うん、いけるね、うん、やんちゃなおじさんだったらレクサスは LH よりもこっちの方がいいかも。そうだ。いや本当に本当に、まあ、ビジュアルも含めってことですか。ビジュアルはちょっとどうかなもうおじさん的にはちょっとさもうちょっと LH のようなこの品のいいあーちょっと大人なね。そう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 。だけど乗った感じハンドリングからエンジンレスポンスからこっちの方が楽しい。最後は EV モードにしてやりましょうかね、はい、してみてください、はい、EV モードするとエンジンが止まって、はい、モーターだけで走るようになります。はあ、なるほどね。いいなこのブレーキフィーリングが。ブレーキそうですね、トヨタのこだわりの一つですね、うん、あそう、このブレーキフィーリング俺好きだよ。ハイブリッドだとアクセル離すとなんかもうブレーキかかったようなさ、そういうのがない、ものすごく自然。日々進化してるね。進化してるね。車選び .com 今回のラブホー、なんか見た目こごついじゃないですか、うん、でも乗った時に結構なんか優しく包み込まれたなっていう感じが俺かあったんで、俺かあったよねあったんで、なんか結構そのギャップがあってちょっとなんかドキッとしました。俺かさあ、じゃあ土屋さんの感想は目的にはね、なんかでかいなっていう、前のラブホーを知ってるから。だけどハンドリングは前のと一緒、あーなんか軽快ですごくこうハンドリング、ハンドル切りたくなるっていう感じ。あとはこの 2.5 リッターのハイブリッドの進化、これはちょっとびっくりした。相当違いましたよね、うん、フィーリングこんなに違うもんかっていうぐらい。だって同じ 2.5 リッターとは思えない、トルクの出し方とか。もちろんこの車の軽さもある、レクサスの方がやっぱ重いんで。だけど SUV としては軽いなっていう感じ、もう走り出しからうわ軽いわこれで。あとはアクセルのレスポンスがすごくいいわけよ。だから無意味にアクセルを踏みたくなるずっと言ってましたよね。ハンドリングもそれからアクセルワークも楽しく乗れる。なんか見た目から言ったらねちょっとなんか鈍いんじゃないかって感じするけど、うん、全然そんなことない車ですよね。ラブ4の名前を本当に怪我してない、全然そのあのまんまのハンドリングがこの車が引き継いでて、でなおかつそのパワーの出し方、トルクの出し方がすごくうまいなっていう感じ。あとこれ乗って感じるのはトヨタは車作りがすごく良くなってる、うまくなった、そう思いますよねやっぱり、うん、これはね社長だね。やっぱ社長がやる気ある社長だと社員までやる気になるわけよ。つながっていくわけですね。そういうのは気持ちは、社長はですねもっといい車作り、うん、日々口にね口癖のように言ってて、でじゃあもっといい車って何かって答えはないわけですよ。エンジニアさん一人一人がそのいい車を作ろうって努力して、そういうの結果こういういい車が出来上がってくるんですよね。快適だし、の運転してて楽しいし、みんながこう嬉しくなるハッピーになれるような車ができてくるっていうのが今のトヨタのいい方向に行ってる、うん、そんな風に思いますね。いやちょっとびっくりした。ラブ4世界180カ国で100万台売れてるっていう意味が分かった。おすすめ。毎回毎回ね皆さんのリクエストにお答えしまして、この車選び .com こういう車紹介してますけれども、これからもどん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 紹介していきたいと思います。はい、行きたいと思います。皆さんぜひ登録お願いします。待ってます。